こんにちは。ストーンイーリス二次チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストの夏希です。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。前回の動画の最後の方でお知らせしましたが、先日夏希のお悩み相談室というのを立ち上げました。ここに至るまでの経緯も結構参考になると思いますので、スピリチュアルな観点も含め少しご紹介させていただきます。で、ありがたいことに最近登録者さんも増え始めてきたので、簡単にこのチャンネルについてご説明しますと、この二次チャンネルは2020年5月の後半にスタートしました。なのでもうすぐ2年と半年経ちます。で、去年の12月頃アカウント停止を一度くらいまして、で4ヶ月ほど活動できないなどありましたが、なんとか乗り越えてこうして動画を配信させていただいております。で、そろそろ視聴者の皆さんと何かつながりを持ちたいなーなんてチラチラ頭に浮かぶことがあったんですが、忙しいのと、あと何をしていいのかわからないというのもあって、そのままだったんですね。で、長島さんのセッションを受けた時、私の才能は他にどんな才能がありますかと聞いてみたんです。で、これはガイドからだと思うんですが、例えば人の悩み事を聞いてあげたり、アドバイスをしてあげたり、そういう活動も向いてるみたいですよって言われたんです。で、今までの経験を生かして、スピリチュアルな観点からもアドバイスできるのではないかと言われたんですね。思い返せば、職場でもよく同僚や後輩と差しで飲みに行って、相談を受けたりアドバイスしたりしていたので、確かに昔からよくやっていたことだなと思いました。あと今はパワーストーンの勉強をしてパワーストーンセラピストの資格を持っていますが、合わせて心理学の勉強もしました。で、この時産業心理カウンセラーにも興味があって、資格を取ろうかどうか考えていた時期もあったんですね。で、産業心理カウンセラーとは、例えば企業とか会社で働いている人、つまり従業員の心のケアをするカウンセラーです。私は常々日本人の悩みの多くは仕事や職場のストレスだなと思っていたので、ここを改善しないと日本人は元気にならないと思っていました。結局パワーストーンの方が強く惹かれたので、パワーストーンセラピストの資格を取ってストーンイーリスというネットショップを立ち上げました。で、2011年頃から天然石のアクセサリーをネットで販売していますが、YouTube のおかげで最近多くの人に知ってもらい、やっと花開いた感じです。そんな流れもあって、ネットショップを利用してくれた方からリアルに会ってお話がしたいと言われることがちょこちょこあったんですね。それは浜松にいた頃なんですが、時々リアルに会ってお話を聞いたりしていました。で、その時は仕事とか家族とか人生全般の相談みたいな感じでお話を聞いていたんですね。で、私は自分の経験を通しての話やスピリチュアルな観点からのアドバイスをしていたんですが、それが私としてはとても楽しかったんです。なので、このガイドからのメッセージを聞いてやってみようかなと思い始めました。ただ、どういう形にするかが問題なんですよね。視聴者の皆さんと交流するとなると、普通はメンバーシップを開設するとかだと思うんですが、どうもピンとこなくて、やっぱりマンツーマンでお話しする方がじっくりと話せるし、相談もしやすいかなと思ってこの形にしました。でも、すぐにやろうと決めたわけではありません。やっぱりそこには不安が出てきました。自分にできるかな、うまくやれるかな、大丈夫かなという不安です。何かに挑戦するとき出てくるのがこの不安とか恐怖なんですよね。つまりエゴのブレーキです。でも、ここを手放していかないとその先にはいけないということなんですね。新しい扉は開かないということです。でも、この不安が出てきたとき、本当にやりたいことかわからなかったので、しばらく放置していました。そしたら、ことあるごとに頭にチラチラ浮かんでくるんです。で、ついに、よし、やってみようって急に思い立って、あっという間に2時間ぐらいであのページを作ったというわけです。で、作り終わってページを公開した後、やっぱり少しだけ
本当にこれやって大丈夫かなと不安な気持ちが出てきて、ちょっとそわそわしてしまったんですが、とりあえずこれはエゴの感情なので手放して寝ました。そして次の日の朝、目を覚ましてふと窓の外を見たら、大きな虹が目に飛び込んできたんです。びっくりしました。肉眼では写真よりももっと大きく、はっきりくっきりと見えました。この虹はものの3分ほどで消えてしまったんですが、下を歩いている人たちは全然虹に気づいてないみたいで、もうこれは私のために出たのかなと思うくらいタイミングがバッチリでした。そしてその後朝食を食べたんですが、いつも YouTube を見ながら食べるんですね。で、好きな動画がたくさんあるので、いつも見るものはバラバラです。で、この日はたまたま YouTube を開いたら、並木さんの最新の動画が出てきました。まあ、実際アップされたのは数日前だったようなんですが、まだ見ていなかったのでポチりました。そしたら動画の後半で、最近なみなみのお悩み相談室というのを始めましたと並木さんが言ったんですね。これには正直びっくりしました。こんな感じでページを立ち上げた次の日の朝に大きな虹が出て、しかも大好きな並木さんが同じタイミングで同じ名前のお悩み相談室を始めたと聞いて、もう驚いたわけです。で、この現実を読み解くと、大きな虹は自然界からの応援と大丈夫だよというメッセージで、並木さんの動画はもうシンクロですよね。なんか久しぶりに分かりやすく現実に現れたなぁと、一日中ウキウキしていました。そしてあとは結果は気にせず、宇宙にお任せです。うまくいくかなぁとか、大丈夫かなぁとか、結果を気にしたりせず、とにかく自分の思いを形にしたというのが一番大事だと思います。その後どんな展開になるかは、頭でごちゃごちゃ考えず宇宙に委ねるといった感じです。だから思いを形にできただけで、私は今満足しています。きっと必要な人に良きタイミングでご縁がつながると信じて、あとは手放します。こんな感じで今回のお悩み相談室は出来上がりました。何を始めるにも裏にはいろんな思いがあります。皆さんもぜひ自分の中に湧き上がってきた思いを、勇気を出して形にしてみてください。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたが、後半は様々なスピリチュアル動画を見て、私なりに思ったこと、感じたことをお伝えします。ちなみに皆さんは今、自分は重たい周波数と軽い周波数と、どこの周波数とつながっていると感じますか？今人類はこの2つの意識に分かれています。重たい周波数にフォーカスして、その重い次元とつながっている人たちと、軽い周波数にフォーカスして軽やかな次元とつながっている人たちに分かれています。まあ、つまり二極化ですが、あなたは今どちらでしょうか？例えば今、嫌な現実、望まない現実が目の前にあるとします。望まない人間関係や望まない仕事や職場、その嫌な現実にフォーカスして、嫌だなぁとため息をついているのではなく、これを乗り越えてこの問題が解決されたら、自分はどんな気持ちになるだろう、どんなにすっきりして気持ちが軽くなるだろうと想像してみてください。その軽やかな感情とつながってみてください。つまり、目の前の嫌だなぁという重い周波数にフォーカスするのではなく、その先の軽い周波数にフォーカスしてみるということです。このように意図的に自分のフォーカスする先を変えていくことが大切です。前回の動画でも、意図的にぐるぐる思考から抜けると言いましたが、意識を意図的に変えられるかどうかが、目を覚ましている人か眠っている人かの分かれ道になります。今目覚めていても、重い周波数にフォーカスして共鳴してしまうと、いつの間にか目覚めから遠ざかってしまうので、気をつけてください。目覚めを選択した人はもう眠りの地球には行きませんが、目覚めのスピードが遅くなります。例えば同じ出来事を体験したとして、一方はその体験を不幸と捉え嘆き悲しみ、一方はその体験を気づきや学びとして捉え進むのでは、まるで方向が違います。
それを重く捉えて重い意味をつけるのも自由だし、軽い捉え方をして軽い意味をつけるのも自由です。何が起こってもこれを手放したその先にはどんな世界が待っているんだろう、どんな学びや気づきが待っているんだろうとワクワクして捉えるといいと思います。ちょっと難しいかもしれませんが、その方がスムーズに目を覚ましていけるということです。気づきの先には必ず大きな成長があります。つまりレベルアップするチャンスです。まあ、起こることというのは私たちのレベルアップのための道具に過ぎないので、変に重く考えず、ここにはどんな学びや気づきがあるんだろうと180度視点を変えてみてください。ちなみに風の時代、昼の時代はこの視点がないとうまく生きていけません。現実で起きていることをそのまま捉えて誰かのせいにしたり何かのせいにしていたら、どんどん目覚めから遠ざかっていきます。今は重い方の集合意識と軽い方の集合意識にどんどん分かれていっている大事なタイミングです。なので物事を常に軽い視点で捉えて軽い周波数につながっていることを意識してみてください。そうするとスムーズに軽い方の集合意識の波に乗っていけますので、ぜひ意識してみてください。風の時代、昼の時代は軽い意識の世界です。三次元のような重い世界ではありません。だから今まで使っていた難しいとかできないとかやれないとか、そういった複雑さとは無縁の世界です。単純明快で簡単にできるがこれからの世界です。だから今までのようにこれをするにはこうしてこうしてこうしないとできないとか、こういう手順を踏まないとやれないとか、そういった考えはもう不要なんです。この難しさや複雑さは眠りの時代特有の古いシステムなんですね。そもそも私たちは何でも叶う、何でもできちゃう世界から来たので、実はこの簡単さを知っています。その簡単さがつまらない、飽きちゃったからわざわざ波動を落として三次元の地球に降りてきたんですね。そして難しいとかできないとか複雑というようなことを喜んで体験していました。まあ、私たちはこれを何百年何千年も使って遊び尽くしたわけですが、自分の中にあるその古い眠りのシステムを終わりにする時期が今なんです。なのでもし私には難しいとか私にはできないとか感じることがあったとしたら、それは古い概念の檻の中にいるということです。まずはこの古い概念、古い価値観や常識の檻を抜けてから物事を捉えないと、いつまで経っても前に進めません。なかなかこの狭い檻の中ではインスピレーションも受け取りづらいので、自分は今どれくらい抜けているのか今一度チェックしてみてくださいね。宇宙くんの手紙の翔太さんが今の時期についてこんな風に言っていました。私たちが今体験していることはただの変化ではなく変革です。まあ、それくらい大きなシフトなんですが、今あちこちで生き方や意識を変える時なんて聞きますよね。その変えるとはちょっと変えるではなく、はっきりくっきり変わっていく時だと言っていました。並木さんもよく新しい自分に生まれ変わったつもりでと言いますが、まあ、つまりちょっとだけ考え方や生き方を変えるとか、ちょっとだけ生活を変えるとかではなく、もう180度ガラリと変える時ということです。次回はここについてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。はい、ということで今回は以上となります。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。